宮崎の金村さん。はい。はい、宮崎の金村です。いや、暖かいですよ。いやもう昨日28度ぐらいで、もう暑くて、日差しがやっぱ南国なんで、痛いんですよね。今、はい、主力ってどうなんですか？阪神は主力来てるんですか？ピッチャーが、ほぼ主力。で、バッター、野手陣が、ベンチ、一軍のベンチの選手たちが今、どんどん試合に出てる感じですね。で、今後の予定が、13日に主力の野手陣が、宮崎入って、14日、15日、この2日間の2試合をやって帰るっていう形です。で、ピッチャーに関しては、今、続々ともう、CS のローテがもう完全に見えたんですけども、まあ、昨日、村上頌樹投手。これ、CS の一発目いきます。今日投げたのが伊藤将司投手。これ2戦目。で、明日投げるのが大竹投手。で、この1、2、3が決まりました。多分その次が、佐伯、西勇輝、青柳っていう順番ですかね、多分。あ、もう投手は万全ですね。昨日、中継ぎで梶谷投手が1点取られて、で、今日、馬場投手が1点取られたんですけど、で、今、中継ぎをちょっと多めに連れてきてて、で、岡田監督も今見極めてるんですよ。で、大体、まあ、CS 多分8人、ブルペン入るんで、今12人ぐらいだから4人ぐらい削んなきゃいけないんですよ。で、その見極めを今してるとこですかね。選手、なんか、どうですか？なんか、関係者の方、お話とかちょっとされたりとか。いや、もう、今日ずっともう、タイガースのピッチャーの久しぶりに再会したんで、ずっとサブグラウンドでピッチャーと談笑してましたけど、もう優勝旅行がいつからでどうのこうのとか、12月忙しいよとかなんかみんな言ってましたけど。野手陣の方は、森下選手が今出ててっていう感じ、はい、岡田監督が言ってましたけど、ちょっと突貫工事せなあかんみたいな。で、結構その優勝決まった後にガーってもう成績落ちちゃって、全く22打席の日とかなとか、で、最終的に最後の日は打ったんですけど、彼もね、優勝して気を抜いたわけじゃもないし、ただ単にこう、調子が落ちただけなんですけど、で、そこの調子を上げるという意味で、早めに、二軍の方に合流させて、フェニックスリーグ初日から来てるっていう形ですね。でも昨日ホームラン打ってますから。現地で感じたことっていうか、なんか気になったことありますなんか。もうはっきりと投手力。やっぱすげえなっていう。で、いい意味で、この、まあ、伊藤将司投手も3週間ぶりぐらいの登板になったのかな。で、結構、一時全く投げずに、休んだ時期もあるんですよ。これもすごく重要で、で、また、フレッシュな体にした上で、で、2回ぐらいブルペン入って、今日多分実戦だったはずなんですけど、この期間の使い方がすごく、こう、みんなうまくいってるなっていう感じですね。で、今日、クローザーの岩崎卓も、今日1試合だけ投げるって言って、今日投げたんですけど、で、まあ今日帰ったのかな、もう。もう万全ですね。で、スグルとはちょっと、まあ、談笑の中で、どうだ体って言ったら、いや、めちゃくちゃ今楽になりました、とかっていう話もしてたし、で、今日のピッチングも全くもう危なげないというか、もう圧巻のピッチングしてたし、で、他の中継ぎ陣もやっぱすごいなっていう印象なんで、で、昨日村上頌樹投手も5回、無失点。今日の伊藤将司投手も5回無失点ですから、もう調整完璧ですね。いや、岩崎投手はね、中日ファンは最後打たれてるところを見ているので、ヤクルトと。最後ね、本当に多分、本人的にはやっぱ大竹投手のね、勝ちを消してしまったっていうのが多分、すごく引っかかりはあると思うんですけど、まあ、はっきり言って疲れてない選手なんかいなかったし、まあ、そこまでね、本当にもう気力振り絞って頑張って腕振ってたんで、まあ当然ね、疲れはありますよ。でも心配いらない。湯浅投手、なんか、甲子園の方でなんかちょっと投げたみたいな。はい。岡田監督に見てもらうということで、シートバッティング投げて、で、多分、本体その、レギュラークラスと一緒にこっち来るんじゃないですかね。実戦入ると思いますよ。ただですよ、なんか岡田監督が、もうそんなシーズン投げてないやつ、そんな、1年間投げたやつ怒るやろみたいな話もしてたし、まあどういう使い方になるのかがちょっとよくわからないですけど、もうすごくいいパフォーマンス出しても、もしかしたら、シーズン頑張ってきた選手たちで行くのか、それとも湯浅抜擢するのかっていう、ここはちょっと注目ではありますね。誰にするっていうぐらい、今日12人っていう話したじゃないですか。
で、多分、第2先発でビーズリーも入れるはずなんですよ。ってなるともう7人ですよね、ずっと仲やってた人間たちって。これすると、もう誰にするってみんないいんですよ、本当に。侍ジャパンの候補リストにも結構入ってたっていうなんかニュースありましたもんね、なんか。最初の選手たちは。最初3人ぐらいだったのに、もう8人ぐらいに一気に増えてましたよね。で、桐敷さんとかね、石井さん、石井大地さんとかも入ってるっつって。石井大地も入ってます。まあまあ、この時期の、はい。この時期のジャパンって若手の、フレッシュな元気な子たちが行くんで、なんかバウアー戻ってきそうなの知ってます。すごいっすね、彼は。これ間に合っちゃうんだっていう。なんかライブ BP 本当100球ぐらい投げてましたよ。 YouTube 夢中になってみましたけど、俺前も上がってるやつ。今まで外国人の人って帰ったら戻ってこなかったじゃないですか。なんかもうあれだけ献身的にこうチームのためにっていう選手と、自分の体商品だからっていう外国人選手多いんですよ。だから例えばじゃあ中継ぎに入れて3連投って Why? みたいな感じなんですよ。いや、それはチーム勝ってんだから投げてもらうと困るよって、お金もらってんじゃんって言うんだけど、いや、アメリカなんか2試合2連投までだからとか、俺のキャリアが短くなるからとかって平気で言ってくるんですよ。1年1年その、まあ、チームの優勝というよりも自分の価値を高めるということに重きを置いてるのが普通で、価値上げてアメリカに戻りたいみたいな、メジャーに取ってもらいたいみたいなことなんで、バウアー投手にすごいですよね。驚異的な回復力と、もう絶対俺 CS 投げんだっていう試合ですよね。これ怖いですよ、彼。多分3戦目なんていう噂なってますけど、例えば 2試合で勝ち勝ったら、ファイナルの初戦来るわけですよ。これやばいっす。いや、ただ一つ心配なのは、バウアーが90何球ライブ BP 投げて、半分ぐらいボール球だったっていう。その辺をどうこの短期間で修正するのかなっていうのは、まあ多分彼はやるな。でも、本番に強いと思うし、もう何より気合でカバーできる人なんで。ちなみに、あの、横浜のキャッチャーであの、山本さんっていらっしゃるんですか、はいはいはい、若いで打つ方。はい、打ちますね。どうご覧になってますか。今年本当完全な平穏になりましたよね。まだまだこれからかなって。っていう感じはするんですけど、で今年、去年までってほぼ被ってないんで、それこそね、梅野、タイガースの梅野と一緒に自主トレやったりとか。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でも本当これからの選手だし、今年の経験はすごい大きかったんじゃないかな。で、まあ、それこそ3人で回してましたよね。これをやっぱ2人とかに絞ってった方がいいと思うし、そこに絡めるかっていうのは、補正は細いんだけど、バッティングいいんですよね。数字だと打つのなんかすごく打つなっていう風にちょっと見てて、なんかね、見ると打ってるから、あとなんか雰囲気がすごくなんか好きになる雰囲気っていうか、なんか一生懸命ですよね、すごく。まあ当然若手なんでそうなんですけど、ただやっぱ彼に、まあ、僕が求めたいのはもう少しそのリードの方に重きを置いてもいいかなって。もともとだって DeNA 打線ってやっぱ活発なんで、そこよりも本当にレギュラー取ろうと思ったら打つ方じゃなくてピッチャーに信頼されるキャッチャーになること、これが僕一番の近道だと思ってて、でそこにねバッティングが良かったらそれはラッキーみたいな感じですから、使う側としては。でどっちかって言ったら今年に関してはまだそのピッチャーが引っ張ってってる感じがするんですよね、山本組んだ時は。なのでそれをちゃんとこう会話しながら、このピッチャーの性格、このピッチャーどういうボールを投げたがるんだとかっていうのを、もうあうんの呼吸で分かってくるぐらいになってくると、あ、いよいよこれレギュラーかなっていうのはありますよ。もう非常に楽しみですよね。横浜でも本当、怪我人も出てきてっていう感じも、はい。苦しいのは苦しいと思いますよ。ただね、あの、佐野選手の離脱っていうのは本当痛いと思うんですけど、もうタイガースは本当に太田選手に本当相性が、去年もずっと悪かったんで、もしかしたら太田選手がやるかもしれない。でこれってもうあの短期決戦ってラッキーボーイ絶対出てくるんで、誰がそれになるのかっていうのはすごい楽しみです。あの CS 日本シリーズ金村さんめっちゃ連絡させていただきますんで、はい、していただけたらと思います。わかりました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。